はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は大谷翔平選手の運勢を見てみたいと思います。MVP、取りました、ね。すごい成績でね、シーズン終わって、もう嬉しいですね。ということで、どのような運勢してるかね、まあ前にもね一回やったんですけど、出生時間は分かってなかったんでね、今回は出生時間ね、分かってますので、それで読んでみたいと思います。パッと見た瞬間、アメリカに行ってよかったですねと、いうことでね、まあ旧室ね、旧室に、冥王星、ドラゴンヘッドとあります。ですので日本でプレーするよりも大リーグにね、行った方がね、もう全然いいとこういうようなね、抜群な外国ということになります。で、冥王星っていうとね、クラーク博士ですかみたいなね、冥王星なんで、もう国籍変わっちゃう人、ラモス・ルイですかみたいなね、国籍変わっちゃう人はよく見ますよね。もう永住してしまう、だからもう永住してしまう関係も、もう可能性も高いと、いうことでもありますし、アメリカで永住しなきゃなんないってことは監督をやる、可能性も非常に高いと、いうことが言えるわけです。まあそして一番ね可能性が高いといえば外国人と結婚すると、ね、アメリカ人と結婚するっていうね、可能性も非常に高いということでね、旧室冥王星パッと見た瞬間、あ、外国人かな、永住するのかな、監督やるのかなってね、パッともうね想像力がね働いてしまいますけどね、ここがまあ一つの鍵になるのかなっていうことはねやっぱ思います。でまあ勉強好きだし、勉強熱心、というのはもう旧室冥王星のお家芸と言っても過言ではありません。ですからね、まあ、そういった意味で、まあ、結婚もそうだしね、これからの活躍、大リーグでの活躍っていうのはね、もうかなり期待できるなっていうのはね、もう確信できました。まあ、一室からですけども、一室土星入りますね。まあ、はっちゃけるわけでもなく、冷静にね、対応して、落ち着いていつもね、対応していると。こういうのが、まあ、一室土星感じますね。そしてね、まあ、一室と七室がね、実はインターセプト。魚座、ね、と、一室魚座と七室乙女座すっぽりね、インターセプトをしてしまっています。ですのでね、これから、まあ、本当のね、キャラが出てくる。ということが言えると思います。ですからまあ自分はこういうキャラクターだよっていうのはね、まあ年をかけて、まあね、日数かけて、育成していくとこういうことだと思います。でまあこれまあ12室から来てる土星なんでね、目標達成しとね、あれはもう戦前式、もう使ってやってきているということだと思います。戦前式っていうのは明確な目標をはっきりさせた時、ね、何回も何回もね、顕在意識から潜在意識に打ち込むことによってね、もう自然と自動的にその目標に到達するっていうね、性質を知っていて、それをうまくねもうナンバーワンになるってね、もう言い続け、言葉に言霊、ね、これが一番打ち込みやすい、ね、そういったことを知っていて、まあ、高校時代からですよね、まあ、監督がそれをさせたということですね、花巻東の監督がね、それをこうさせていて、それを知っているってことですよね。ですからまあそのためにはゴミ拾いとかね、いい人にならなければいけない、人格も高めなければいけないっていうね、
ってことをしっかり教わったということで、それがキャラクターになっていくという意味ですよね。ですからまあ人にも道を教える、そういう存在になっていくということだと思います。そしてね、四室、ね、には火星、月が入ります。まあ四室と十室っていうのは実は狭い、ね、双子座の中にすっぽりと入っちゃってる、ということなんでね、まああんまりその地元の花巻、水差し、そっちの方っていうのはまあそんな上とは置いていないということだと思います。ですからね、もしここ広くて、いい天体たくさん入っててね、いるとしたら楽天イーグルスで活躍したいということになる、あるいは北海道ファイターズでやりたいとね、いうことになるわけですけど、それはまあ別にね、こだわってないということだと思います。まあしかし火星と月が入りますんでね、で、火星って一応ね、まあ強制なんでね、まあ、悪い星っていう言い方も ないですけどね、その火星が入る、ね、ということでまあいろいろトラブルの火星というふうに言われてますんでね、あんまりこう地元生まれ育ったところにいるとね、ちょっとまずいのかなって、まあ本人もそれをね感じたのかもしれません。まあでもとはいえね、月入ってますんでね、故郷に戻るとホッとするよと、ね、岩手のね、こういう料理が食べたいとかね、そうやって帰ってくるね、いうことだと思います。ですんでね、マレフィック、ベネフィック、ね、マレフィック、ね、火星はマレフィックなんでね、喧嘩とかするかもしれないですね。まあ、喧嘩したりとかね、まあ、家族で喧嘩したりとか、まあ、地元で喧嘩したりとかね、まあ、まあ、そういうようなことはないですけどね、まあ、いろいろこう、忙しいと、なんやかんや忙しいと、ということだと。そして五室、水星が入ります。まあ勝負ごとに関することの頭の良さ、それがまあ五室水星ということなんでね、もうぴったりだと思います、ね、勝負師としてもうぴったりな配置、そういったことに知性が働くということになりますのでね、まあこれは、双子の彗星ということになりますんでね、まあ情報を駆使してとかね、いろいろ情報を持ってきて、情報分析したりとかね、あの選手はどうなんだろうとか研究したりとか、まあそれが楽しいみたいなね、そういうようなやっぱ彗星であります。でまあ太陽もね、同じように五室に入ってますんでね、まあ勝負することが自分の人生だと、いうことでね、まあ勝負師に生まれたと言っても過言ではありません。ですからまあこれは監督もやるのかなと、ね、その勝負の良さっていうことですよね。そしてねこのまあ太陽ね実は七室から来てるんでね、その勝負に貢献してくれる、そういう女性と結婚するよということになります。これは落合信子夫人みたいなね、イメージがパッと湧いてきますね。だから落合選手、落合さんね、監督、まあ監督でもないですけどね、落合さんが、選手時代、ね、若い頃、もうね、毎日テレビに行ってね、毎日こう、落合選手のね、このフォームをこうじーっと見てね、あ、今日は肘が下がってるとかね、今日腰が浮いてるとかね、足が流れてるとかね、
そういうことを毎日毎日ね、こうノートに書いてね、研究してね、それで帰ってくると、それ今日はこうだったとかね、もう報告するわけです。ですから、その勝負に貢献する、それが信子夫人ね。私が飯を食わしてやったって言ってますけど、テレビでね。あんたどうなりたいの？ホームラン王になりたい、三冠王になりたい。じゃあね、あんたブーマーみたいにね、ああいう体格になるたいないとダメね。あなたみたいな痩せっぽちじゃね、三冠王になれない。じゃあ私が飯食わしてやろうから、飯作ってやるからね、と言ってね、体を作ったね、しっかり食べさせて、まあお腹が出てしまいましたけど、現役なのにお腹が出てるというね まあそういうようなね、ことで体を作ってっていうことでね、信子夫人のようなね、奥さん、と結婚すると考えられます。だから、まあ要するに条件としては、その勝負ごとに、ね、自分の人生勝負なんだから、それに貢献できるっていうことが、もうそのまま直結でお嫁さんの条件ということになってくると思います。そして、7室には金星ね、入ってきます。お茶目なね、アイドル的なね、そういうようなね、お茶目な相手ね、魅力的な相手、そういうようなね、パートナーを選ぶということが言えるわけです。ですんでね、7室金星なんで、もう非常に穏やかでね、チャーミングで、ね、優しくて、そういうようなね、お嫁さんということになってくると思います。なんでね、1室土星で7室、まあ、金星っていうことだとね、すごい怖い親父なんだけども、なんかね、奥さんすごい穏やかで優しい人だなってね、ああ、だからこういう人を選ぶのかなってね、時々思います。そしてね、9室、ね、木星が入ります。で、まあ、ハウス、これね、まあ、プラシーダスで出してますけどね、プラシーダスじゃなくて、まあ、いろんな、やり方、人によってはね、まあ、ハウスの、が、まあ、8室になるのか9室になるのか、まあ、分かりませんけどね。で、まあ、9室ということで読ませてもらうと、まあ、外国に行ってよかったね。外国運の良さですよね。だから日本にいるよりも、やっぱ外国のものを扱った方がいいということになります。瑞風さんも日本の戦術も知ってますけども、まあ外国の戦術、をやっていて大吉ということになります。で、まあ瑞風さんも、まあ、そう言われてみれば9室でやってるなと、ね、だから西洋占星戦術選んでるんだなっていうことはね、思います。ギリシャ神話を読んでいるってことですからね。ギリシャ神、ね、神話の神々たちみたいな、ね、まあ木星ゼウスですからね。ゼウスはどこにいるのか、宮室にいますよって、外国にいますよ、外国行った方がいいですよ、外国運いいですよ、ということはもうここにね、もうバッチリ出てる。だから日本ハムがにいるよりもね、もうこっち来ちゃった方がね、アメリカ行っちゃった方が、もうはるかにいいということはね、言えるわけです。だから、日本でやってていい人と、その外国でやった方がいい人ってね、やっぱり運勢見ないとね、まあでも大体それは本人分かってると思いますんでね、まあ大谷選手も、ゆくゆく、まあ自分分かってて、ああ、もうアメリカ行くんだなと、大リーグ行くんだなって分かってたと思いますよね。そして12室、海王星と天王星の号が入ります。ですんで、まあ本当に見事に12室をやっているね、神事をやっている。だから何が評価されたのかっていうと、人格の部分ね、ゴミを拾う
その一つ一つ全部神事です。ですからね、神事、ね、ここにね、もう大きなね、まあなんていうんですかね、海王星、ロマンがある。そして天王星、ね、もう誰も思いつかないようなことです。ですからまあ本当真実は物事の裏側にあるっていうね、そういうような考え方をする人多いんでね、目に見えないね、目に見えないけどあの人はなんでこうなんだろうってね、目に見えない、ね、だから孫正義さんはなんで成功しているのかって、ね、目に見えないことをやってるからです、ね、ですからまあ孫さんのね、21か条、ね、21か条の法則、ね、それをもう実践してきた、目に見えないことですよこれはね、やっていると、いうことなんでね、孫さんもやってるし、大谷選手ももうやってるし、イチロー選手もやっている、ね、イチロー選手、ね、もう小学校の作文読めばね、僕はもう大リーグになって、ね、もう一流の選手になるってことをね、小学校の作文でね、書いている。そして、ね、お世話になった人を招待してするのも僕の夢ですっていうね、まあ、楽しそうな作文でね、微笑ましいんですけど、そういったことでやっぱり心の世界、神音、ね、をやっているというね、潜在意識の使い方ですよね。ですからまあ潜在意識の使い方、それを上手にね活用してここまで来たということはもう確実、間違いないということが言えるわけです。はい、そしてね、小惑星、感受点見てみましょう。これはね、三二質、二質ですかね。柔道、リリース。5度、5度前ルールでいくとね、まあ3室に入るわけですね。3室に入って、まあパラスの、5、そしてドラゴンテイル、と3つ天体は入って、まあ天体っていうかね、10天体は入ってないんですが、まあ、小惑星、パラス、リリース5、ドラゴンテイル、一番注意したい部分こういうことでございます。ですからね、言葉ですよね、言葉のその筆の災いとか言葉の災いっていうね、いうことがまあ最も多く見るね典型的なパターンです。あとね、よく言うのはね、車を運転しますってよく聞くんですよ。しますっていう場合ね、いやもう交通事故気をつけてください、言います。乗り物ですよね。だからなるべくならね、車を運転しない仕事とか、ね、あるいはその誰かに運転してもらう、運転手さんを雇 う、ね、そういうふうに、ね、するのがやっぱベストだということですよね。ですのでね、まあ車を運転すると思いますけどね、注意していただきたいし、まあ週刊誌算出になりますんでね、熱愛発覚みたいなね、ことだし、まあ週刊誌に載るようなスキャンダル、そういったことにはねやっぱ気をつけてもらいたい配置です、ね、ですからまあリリースも入ってきますしね、パラス、ね、も入ってきますんでね、エッチな女性には注意してくださいね。そういうことですね、まあ、まあはっきり言うとそういうことですね。ですからまあ誘惑、ね、ということで、なんでかっていうとね、やっぱりこう下ネタ言うような子、ね、まあ、下ネタ全然言わないような子より下ネタちょっとこう下ネタぐらいはちょっと言えますぐらいのね、そういうような
こう選ぶと思いますんでね、リスクも高くなるということだと思いますけどね。まあでもそれもね、まあ一つの、まあ好みといったら好みになりますけどね。だからまあ女芸人選んでくださいみたいなね、いうことになります。尼神インター選んでくださいね。渚さんかね、聖子さんだ、どっちか選んでくださいね。二 人ともバッチリです、ね。下ネタバッチリですね。ですのでね、尼神インターみたいなね、そういう、まあ、女友達っていうとね、そういう尼神インターみたいなね、そういう女友達いるんじゃないかなってやっぱ思いますよね。そして月にベスタですね。4室月にベスタ5ということになりますんでね。で、4室、まあ地元帰ればね、何でもね、支援者、協力者、よくしてるくれる人はたくさんいると思います。まあでも本人、やっぱ狭いんでね、4室がね。いや、それに甘えちゃいけないなと。ね。甘えの効かない外国、言葉の壁もある。英語喋んなきゃいけない。そっちに行くぞ。ということなんでね。だから、眞子さま、ね、小室眞子さん、ニューヨーク行きましたけども、本当はその容姿すごい強いんでね、いやー、日本に帰ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ですんでね、ニューヨークにいるよりも、その外国運よりも、日本にいるって、日本で何かやるっていう運勢の方がやっぱ強いんでね、戻ってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。それか、まあニューヨークにいても日本の伝統文化を紹介していく仕事かもしれませんね。そして水星にリリス、あ、セレス、乗ります。水星にやっぱセレス、乗りますとね、やっぱりもう勝負のお勉強をすること、ね、5室セレスですからね、これも非常にもう楽しいというかね、やっぱりそういうことをする、まあ、趣味みたいになってくるとは思いますよね。だからもう野球趣味、楽しくてしょうがない、楽しくて楽しくてしょうがない、ということなんでね、もう結果に結びついている。ですんでね、やっぱそうなんだと。で、勉強することは楽しい、研究することは楽しい、そういうようなね、配置ですよね。そして7室、キロン、バティックス、ということになりますんでね、やっぱりまあ、一角の人物ってことですよね。ですからまあ、誰だろうな、キロも入るとやっぱり普通のこう、一般人の結婚しましたとかって、じゃなくてね、有名なね、アメリカで有名な一角の人物、そういう人と結婚するっていうね、可能性は高いと思います。同じ勝負の世界に生きる人かもしれませんし、まあ、五室っていうとね、まあ、芸能の世界ですから、ね、ブリトニーとかね、そういう人と結婚するかもしれないですよね。ですんでね、大女優、と意外に結婚したりとかね、あるかもしれませんよ。で、まあ、バーテックスですから、まあ、そのパートナーに何かをしてあげなければいけない、ね、というようなことになります。ただね、インターセプトの7室なんでね、やっぱり相手を探すのに時間かける。まあ、やっぱ結婚ってすごい重要だと思ってるんですね。そのためにはもういろんな女性と付き合うし、で、まあ、じっと観察もするので、おのずとね、晩婚になってしまう。
いう人はやっぱ多いですよね。ですんでね、結婚した時本当の自分ね、何か神父、僧侶、牧師、そういうような、色合いが結婚してから刺激されて、出てくるという可能性は高いということだと思います。そして八室受納、八室やっぱ受納っていうことなんでね、財産に関係することですよね。財産、まあもらってしかりね、というようなことなんでね。だからまあ財産家のお嬢さんという可能性もね、高くなってくるということだと思います。だからね、そういう財産家のところ行ってね、もうすごい財産、もうすごいたっぷり受け取りましたって人とかね、やっぱいますけどね、一人娘だと、うちはね、で、もう結婚してくれて、この土地全部君のものだって言われたって言ってね、やっぱりね、みたいな、そういう運勢なんですっていうね、ことで、まあ、その一族で、まあ、可愛がられてるということなんでね、結婚はいいぞって言ってね、言うわけです。で、まあ、権利の主張なんでね、まあ、十天体が入ってないということと、まあ、ジュノーっていうとね、ヘラですからね、ゼウスの奥さんですから、まあ非常に、それはね、まあ、マレフィックとベネフィックって言ったら、ね、マレフィックなのかなってね、思いますけどね、ジュノーの入ってるとか、まあ、とにかくうるさいということでね、そこが入るとこは、まあ、本当に注目ですよね。それをさせないと怒る。8室って性の部屋でもあるんでね、セックスさせないと怒る、もうそれは権利ですってね、いうことなんでね、そっちの方が全くダメですみたいなね、8室土星入ってたり、するとね、あんまりさせないみたいなね、ことで、藤原紀香さんね、結婚して喜んでたらね、お風呂を入ってくれないって言ってね、怒ってましたけどね、陣内さんがね、それは8室土星だからねって言って、それは無理でしょうってね、期待したけど、そりゃあのナイスバディとお風呂入りたいでしょうね。でも8室土星の人はそうではありません、期待外れになりますんでっていうことなんでね、藤原紀香さんみたいな人はダメなのかなってね、やっぱ思ってしまいますよね。ということで、九室ヘッドですね、冥王星と合ということでね、もう大リーグ行ったから調子よくなったって言えますよね。だからもうそっちの方に進んだ時って物事恐ろしくうまくいくね、そういうのが九室で、まあ三室だとうまくいかないね、下世話な話でね、週刊誌みたいな話で、やってるとなんかね、災いが引き寄せられてくるっていうね、まあ、そういうことですよね。ですからまあ、新聞記者でもね、あんまり週刊誌の記者にすると、ね、襲撃されたりしますんでね、九室っていうね、もう本当、社会問題担当みたいな、担当デスクみたいなね、感じになった時もうまくいく。感じです。格調高くなれば高くなるほど大吉、下世話になれば下世話になるほど大凶という運勢ですよね。そして11室パート・オブ・フォーチュン、親友ね、大リーグでも親友がと言われるお友達が、できて、エンジェルスでもね、仲のいい選手いるらしいですから、まあそれはもうパート・オブ・フォーチュンで、友達、当てにしていいと思う。当てにしていい人と悪い人がいますんでね、友達当てにしても大大吉、ということです。だからね、まあ友達の良さっていうと昭和天皇とかね、
なりますんで、友達誰ですかって、マッカーサーね、アメリカ大統領ね、フォードさんですみたいなね、親友フォードさんですみたいなね、そんなことなんでね、まあ、非常に、重質パートオブフォーチュン入ればね、もうどんどん友達、いい友達ね、増やしていってもらいたいと思います。はい、そしてですね、天体配列、そしてファイナルディスポジターですよね。で、まあ冥王星、海王星、ね、土星、水星に力が集まってくると、いうことなんでね。4つの、だから10人います。責任者誰ですかって言ったら一斉に4人手を挙げるっていうね。冥王星さん、海王星さん、土星さん、水星さんがはいって手を挙げるっていうことなんで、まあやることが分かれるわけですよね。これが人生、これだみたいなね。宮沢賢治みたいな、これだみたいなね。黒中会だみたいなね。いうことでね、一つにね、集中するってことじゃなくて、救出、外国でもやるぞと、勉強もやるぞ、ね、十二室、ね、心の世界もやるぞ、ね、一室、土星、ね、人格者としての自分のキャラクターも作っていくぞ、ね、そして水星、ね、まあ勝負ごと、勝負の研究やっていくぞ、ね、で勝負やるぞ、監督も将来やるぞと、こういうことですよね。できれば外国でやるぞと、ね、エンジェルスの監督やるぞ、ね、そのためには、ね、エンジェルスのオーナーの、ね、娘さんと結婚する、まあ、これありですからね。で財産もらうっていう、まあ、一応発出受納が入ってますんでね、その可能性は大ということになるわけです。そしてね、マカチ風水エレメント、火が1、地が2、風3、水4、ね、火がないんでね、あんまりその火が少ないっていうことになりますので、パートナーはね、火の強い情熱的な女性、燃えるような情熱を持ったね、張り切りガール、張り切っている女性ね、ということになりますので、そういう、まあ、相互補完ですから、それはまあ奥さんだったりパートナーがね、火の気を強い情熱的な人、ね、燃える男星野みたいな、あれを女にしてあのお嫁さんにしてくださいっていうね、ことです。だから大谷さん一人だとね、なんか燃えるみたいな、そういう、まあもまあ、燃えてるんだけど周囲にはわからないっていうね、まあ、燃えるとかっていうようなね、そういうようなキーワードではなくて、情緒的にね、うん、まあ、水の9、4なんでね、非常に趣のある性格なんで、何か非常に優しくて情緒の中にいるっていうね、そういう、まあ、なんていうのかな、渋い選手っていうね、ことだと思います。情に熱い、仲間を大切にする、ね、そういう選手だと。そして活動不動柔軟、ね、のエレメント、ね、クオリティはね、活動3、不動3、柔軟4と、やや柔軟級多いんでね、活動と不動がちょっと強い、そういうようなね、人を選ぶと良いということになります。ですから、柔軟球強いんでね、言いたいことストレートに言えない、ね、やりたいこともストレートに、ね、やらない、活動球強い人はストレートにやってきますけどね、もうすぐやる、でも時間も早い、柔軟球だとね、なんか回りくどく、遠回りをしてしまう、ね、宮沢賢治さんのようにね、国中会に入れたいんだけど、ね、手紙書いたりもいろいろしてね、遠回り、ね、はい、もう車を玄関の前まで車でね、パーって行って、は
はい、もう、はい、乗ってって、どこ行くの？黒中華って、ね、いいから聞け、いい話だからって、ね、それで聞かせると。だからもう入れ、入会しろって、ということでね、回収しろってね、何キリスト教、やめやめろ、それも黒中会に入れ、ね、それだけで活動期を続けて、そんな感じですよね。まあそういうお嫁さんをもらいましょうということです。男女、男女比4対6、ね、やや女性的っていうね、ことになります。だからあんまりはっちゃけたね、やっぱ雰囲気はないんでね、男性級強いとね、もう前にバンバンこう出てくるようなね、感じになりますけど、そんなちょっとこう引いている感じっていうのは女性級が多いと、そういうことになると思います。そして古典メソッドですね。古典メソッドを見てみましょう。まあそれぞれ点数が、まあその天体はね、そこに居づらいのか、あるいは嬉しいのか、ね、ということになりますとね、水星だけですよね。あの水星8点、水星だけがプラスで、あと全部マイナスです。しかも全部マイナス5点、居づらいどの点だよ、ね。まあ水星はもうルーラーなんでね、もう非常に水星はどこにいたいかっていうと、自分の家ですからね、双子って、双子の水星って、双子か乙女座にいることがもう自分の家ですから、もう嬉しいわけですよね。で生き生きしてるわけです。ですから しかも五室ですよ、セレスも乗ってますから、もう本当勉強好き、勝負の勉強をするのが好き、勝負が好きっていうね、ことになります。ですからまあここの彗星で、まあファイナルディスポジターでもありますしね、もう非常にね、人生勝負だとね、泣きの竜みたいなね、麻雀やってたら泣きの竜みたいになるんでしょうね、きっとね。そんな感じでね、まあ野球というね、勝負の世界、ね、ですからまあそれが博打打ちだったり博打だったりね、すれば、ね、その分野ではね、もう伝説的なね、博打ということだって、まあ、将棋とか囲碁とかね、棋聖みたいなね、竜王棋聖みたいな、そういうことになってるかもしれませんね、将棋だったらね。まあ使いやすいということはもう皆さん、ね、もうご存知の通り。そして太陽蟹座13度になりますけど、マイナス5点、まあでも五室に入ってる太陽なんでね、まあ蟹座、仲間を大事にしながらやっていこうよと、エンジェルスのね、気のいい仲間とやっていきたいっていうね、そういうようなね、ラグビー的な精神を持ってる、ね、そういうようなね、ことが目標ですということで、まあこれもね、エンジェルスの監督やるかもしれないなっていうことは言えると思います。そして月双子4度、ね、マイナス5点、ね、月もやっぱり、まあ、4室月双子ですからね、使いづらいと。だから月、水星はいいんだけど、月はねやっぱり落ち着かないと、双子にいると落ち着かないよとね、もう癒しの月なんだよ自分はと、私はもう癒しの月なのに、なんで双子にいなきゃいけないとってね、もうカニにいたいのにみたいな、カニ座にいたいのに、カニ座と一緒にね、家族と一緒に団らんでね、まあ、楽しみたいのにということで、まあ、使いづらいと。まあでも月双子っていうことですとね、その辺なんか散歩したりうろうろしてたりとか、車乗ってどっかドライブしたりとか、まあ理由がなくてですよ、サイクリングしたりとか、そういうのがね、まあ落ち着きなよみたいな、なんか落ち着かない、まあ、それでまあマイナス5点と
ということになると思います。で金星獅子座、ね、金星獅子座の23度マイナス5点、金星も獅子座になりますんでね、まあ獅子座にいるっていうことは本当はもう優雅なんだけど激しい豪華のような獅子座にいるわけです。ですからね、女性の好みになりますよね、これね、マイナス5点で、だからもうスカーレット・オハラか、ね、はたまたカルメンかのようなね、もう本当にね、情熱的な南米、南国の女性みたいなね、だから南米系の女性みたいなね、そういうね、女性とが好みであるということですよね。だからまあますますこれはねブリトニーかな、ね、ブリちゃんかなみたいなね、そういうような感じはしますよね。結婚相手はね、女優、歌手、女優ね、その可能性も高いということを言えると思います。そして双子火星、双子の一度にあります。これもマイナス5点、火星、まあ昔ね、この火星のことね、なんて言ってたの、ハガケンジとかって言ってましたね。ストリートナンバーみたいな。ハガケンジとか言われてましたけどね、昔は。ですのでね、ナンパ師みたいな人は多いことは確かですね。ですからまあ、外をふらついていて、まあ、本屋で声をかけたとかね、なんかそういう人だ。それで結婚しましたとかね、多いんでね。本当に道を歩いてて目が合って、ね、ビビッと、ね、この人だと思ったとかね、そういう話とかはもうやっぱ聞きますよね。ですからまあ落ち着かないっていうのをね、まあ、月も双子だし火星も、ね、双子なんで落ち着かないってところはまあこれ双子ですから、これは勉強研究ね、情報収集ということになりますんで、まあ、人とよく話す。電話代高い人多いですよね。しかも長距離電話みたいな、ね、そんなかかるのか電話代がみたいな、ね、だからまあこういう人はまあプランとしてかけ放題、ね、入会しましょう、ね、そんな感じです。そして、木星サソリ、サソリの木星、ね、マイナス5点、これまあ旧室なんでね、まあそのままそっくり良かったですねっていう感じですけどね、木星っていうね大きな広がり、広がりを抑制するのはサソリだから、木星さんもね、もうなんぼちょっとサソリ座なんか僕のテーマとちょっと違うんだけどなーみたいな、それでマイナス5点ということですけどもね、八室というオカルトですんでね、桑田投手がボールに向かってね、なんか言ってるわけです。あれです。ね、あれはね、まあ、潜在意識使っている、まあ、オカルトチックな世界ですよね。三里東海、ね、のあの先生に、ね、大先生に教えてもらったって、ね、言っておりましたけど、そうなんです。ボールにね、もう絶対三振だからな、もう絶対三振でグラブに行くんだぞって言い聞かせる、ね、ボール、そしてこう投げる、ですからね、何をやってるんだろう桑田投手はって、ね、思った人多いと思いますけど、そういったことですよね。そういったことの広がりなんで、ぜひ三里東海に行ってくださいって、ね、教えてもらってくださいって、ね、あの大先生に言ってね、ことだと思います。メンタルトレーニングの大先生なんで、もちろんプロ野球なんかも担当していると思いますし、会ったことが多分あるかもしれないし、教えてもらってるかもしれませんね。監督がそういう人なんでね、ああいう目標達成シートとか書かせるぐらいなんでね、もちろんそれはもうやってるかもしれない。会っていてアドバイスも受けている可能性が高いですよ、ね、ということで、発出っていうとやっぱりね、まあサソリって言うとオカルト、オカルトに長けている、その広がりっていう意味にもなってきます。そっちで使ってる、だからこうしてみるとね、矛盾なくやっぱ使ってると
ね、使いにくい天体で矛盾なく使ってるんだなって、やっぱ思います。そして土星、魚座の12度にあってマイナス5点、非現実的な魚座、ね、そこに土星、現実的な土星がいるわけです。これも矛盾してるんですけどね、勘弁してよみたいな、土星さんからするとちょっとね、海王星から見てもね、だって変なの来ちゃったぜみたいな、ね、そんな感じだと思います。まあでもね、神ごとのまあ理論家、ね、ということでね、まあユング、フロイト、松村先生もそうですよね、西洋占星術の松村先生、ね、理論家と、ね、いうことになります。だからあ、矛盾なくね、精神世界の理論家として活躍してるという意味でいっぱいね、本とか書いて、出版してんだなっていうことはまあ分かりますよね。ですんでね、まあユング、フロイト、松村先生ね、矛盾なく使っているということになりますんでね、大谷翔平選手、ね、将来監督かもしれませんしね、そういうキャラが出てくるっていうことですよね。ですからまあ西村智美さんもインターセプトですから、そう、結婚してからですよね、結婚してからやっぱそういう不思議ちゃんキャラが出てきたっていうねことですからね。まあ西村智美さんは海王星ですけどね、インターセプトされてたのは、若い頃は正統派アイドルとしてね、ちゃんとやってたんだけど、だんだんね、不思議ちゃんだということが分かってきたみたいな、あんな人だっけみたいな、菊池桃子のモノマネをやりだすみたいな、ね、感じで、そういうキャラが大谷翔平選手にも隠れているということなんで、これはね、もうちょっと経ってから、人生の後半生からだんだん出てくるという話になってきます。監督になるとね、出てくるんでしょうね、それがね。はい、ということでございます。アスペクトですけど、これはまあ以前ちょこっとね、まあ占ってみていますんでね、それ太陽土星ということでね、まあ、太陽土星っていうとね、最近ではね、まあ習近平ね、キム・ジョンね、2人に共通したことは何でしょう。体制の維持ね、北朝鮮の体制の維持ね、もうこれが目標なんだと。習近平共産党独裁、ね、これが目標なんだと、ね、いうことで、そういうディフェンダーの人多いですよね。ディフェンス、家を守る、ね、一般で言うと 家を守るんだと、ね、伝統あるこのね、お店を継ぐ、後継ぎ、だから後継ぎってやっぱ多いんですよね。まああれですよね、キム・ジョンウンも後継ぎ、ね、まあ、代々継いで国を継ぐっていうんですかね、あのどっかの王様みたいな感じでね、世襲してますけどね、まあやっぱ太陽土星なんですよね。だからまあ運勢的に何かを継ぐとか継承していくっていうね、こと、エンジェルスの古き良き魂、ね、スピリッツをね継承して、そして監督になるなんてね、もうすぐパッとこうひらめいてきますけどね、もうその 道筋がね、ですからまあその可能性もあるのかなということを思いましたね。そしてね、金星、冥王星、これはもう本当に逆玉の腰、まあ今で もう本人の方で十分ね、まあリッチなんだけどもね、恋愛を通して権力を手に入れたい、ね、財力を手に入れたい、ね、そういうような欲求が働きますのでね、まあ、ああだから玉の輿なんだって、
ね、やっぱ思うわけです。ですからね、そのためにはね、絶倫の人実は多いんですよね。で、まあこういう人ってね、もう夜の世界でもすごいみたいなね、なんか欲しいものがある時にはね、夜をねだりする、ね、あれの最中におねだりするっていうね、こう話をね聞いたりしてて、やっぱりってね、そういったことでね、老愛ですかみたいなね、虚婚の老愛ね、ということで、呂不韋がね、送り込んだね、虚婚の男みたいなね、まあ、そういうイメージなんかありますけどね、きっとこういう男をね連れてき、老愛というね男を連れてきてね、自分の代わりにね、になってもらったということだと思います。そして、水星木星トライだから、まあ水星木星トライ思い切りがいいということですよね。ですから、まあ水星木星持ってるとね、度胸がいい、ね、まあでも投手とかね、まあ野球選手って度胸が必要だと思いますんでね、まあそういった意味ではまあ十分活かしていると。ね、だから渋野日向子選手がね、この水星木星ね、刻まない、ね、私は刻むことを知らない、ね、アーノルド・パーマーみたいなこと言って言ってる、ね、そういう選手なんですよね。ですから、まあ思い切ってね、狙うと、ね、刻まないと、ね、ちびちびやらない、ね、もうホールインワン狙いますみたいなね、そういうところありますんでね、まあ度胸がいいということですよね。そして有言実行、でかいこと言う、ね、スーパースターになる、ね、矢沢ですからね、言動矢沢、ね、言ってること矢沢です。ナンバーワンになる、スーパースターになるって言ってるわけですからね、もう野球界でも一番になるって言ってるわけですから、これはもう水星木星もうはったり、ね、これ言霊になりますんで、言霊として成立してるんだなということはね思います。だから言っちゃう、僕はナンバーワンになる、スーパースターになる、矢沢もそうだし大谷翔平もそうだし、ね、潜在意識を使ってるということ、ね、運勢的に水星木星の人だとそれやりやすいってことですよね。あまり行き過ぎるとね、嘘つきって言われば狼少年とか言われますんで、ね、まあそれはそれでまあ楽しいんですけどもね、はったりが行き過ぎるともう学歴者詐称とかねえ、そこ出てたっけみたいな、君農業高校出身じゃなかったっけみたいな、ね、もう地元の、ね、一番の進学校を卒業しているとかになっちゃってたりして、そうだっけかみたいな、あ、水星木星なんだみたいな、ね、話はよく聞きますけどね。行き過ぎちゃうと学歴詐称とかの人もたくさんいるということですよね。まあ要はハッタリがすごいということになります。はい、月ですね、月が、まあ、火星と合、ね、ですから、まあ、火星と合ということは、まあ、働き者のお母さん、だ4室なんでね、漬物をつけたり、いろいろ忙しく働いている、だから、まあ、働き者のお嫁さんということになりますし、まあよくまめに働くようなね、そういう働き者の奥さんが欲しいよという意味になりますんでね、そういう人と結婚するんではないかと、ね、それはもうお母さんに似てるからということになります。だからこれスポーツやってるような活発な女性ってことも考えられますよね。ですんであんまりぼーっとしてる女性はあんまり好きじゃないっていうねことだと思いますんで、高杉晋作とは好み逆ですみたいな、そんな感じです。
ということでね、アスペクト読んでみました、ですのでね、まあこうざっと読んでみるとね、非常に自分の人生、まあ運勢ね、よく生かしてるなっていうねことはもう確認できたということでございます。まあ来シーズンもね、もうさらなる飛躍ね、期待してしたいですね。はい、ということでチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。